オクサナ・カザコワは、ロシア出身の女性フィギュアスケート選手。1998年長野、オリンピックペア金メダリスト。1996年欧州選手権優勝。パートナーは、アルトゥール・ドミトリエフ、ドミトリース・スハノフなど。ロシア語読みでは、アクサーナ・カザコーバが近い。旧ソビエト連邦のレニングラードに生まれ、4歳で、スケートを始めた。 ジュニア時代には、アンドレーモホフとペアを結成し、1991年、世界ジュニア選手権に、ソビエト連邦代表として出場して4位になったが、ほどなく、ペアは解散する。ソビエト連邦崩壊後は、ロシア所属となった。ロシア所属後に、ドミトリース・スハノフと、新たにペアを結成し、1993年の世界選手権では15位。 同年の NHK 杯は読みとなったものの解散。1994年にアルトゥール・ドミトリエフと新たにペアを結成した。1995から1996年シーズンに創設されたばかりの ISU グランプリシリーズに参戦。1996年欧州選手権では初出場ながら初優勝を飾った。 翌1996から1997年シーズンには ISU グランプリシリーズのスケートアメリカ及びラリック杯で優勝。1997年ロシア選手権は4位に止まったため1997年欧州選手権へ出場することはなかったが、1997年世界選手権では初表彰台の3位となった。 長野オリンピックを控えた1997から1998年シーズン、ISU グランプリシリーズのスケートカナダで優勝したものの NHK 杯は途中棄権。ISU グランプリファイナル出場は絶望的かと思われたが、同じロシアのマリナ・エルツォワア,アンドレイ・ブシコフ組が欠場したため繰り上がりで出場し3位となった。 長野オリンピック選考となった1998年、ロシア選手権では、マリナ・エルツワ&、アンドレイ・ブシュコフ組、エレーナ・ベレズナヤ&、アントン・シハルリドゼ組に続く3位となり、オリンピック出場を決めた。地震初のオリンピックとなった、長野オリンピックでは、ショートプログラム及びフリースケーティングで1位となり金メダルを獲得した。オリンピック後にアマチュアを引退し、 プロフィギュアスケーターに転向チャンピオンゾンアイスなどで活動を続けた。現在はフィギュアスケートコーチとしても活動している。ロシアゴラテン本寺、キソナコスコバ、ありがとうございます。